合わすのスキー場は、富山県富山市本宮にあるスキー場。愛称は、合わすのスキー場。運営団体は、特定非営利活動法人合わすの。全長約3000メートルのクロスカントリーコースがある。1960年にオープン。1990年にはスノーボードが解禁となる。2002年に合わすの観光開発から NPO 法人。 合わすのに経営が引き継がれたが、直近5年間の雪不足による経営不振に伴い事業継続が困難になったことから2020年6月16日に合わすのを解散することを総会で決めた。負債は約3000万円。今後新たな運営の担い手が現れなければ、スキー場の存続は困難となるとされていた。その後、愛着を持つ人たちが、 合わすのスキー場の復活を支援する会を7月に草刈りや署名活動などを始めたのがきっかけとなり合わすのが債権者と債務の大幅な減免に合意できたため存続されることになった特定非営利活動法人による運営は宮城県白石市の座王白石スキー場と並んで草分け的存在リフトなどの設備は 従来の事業者が所有する上下分離方式を採用。シーズンに向けた草刈りやゲレンデの拡張のための伐採などをボランティアで行っている。北高斜面のため行き室は良好。隣の縦山山独スキー場の2つのゲレンデより離れていることから穴場的存在になっている。コースも初級者から上級者まで対応し、リフト待ちもなく、また、 リフト券特にシーズン券も格安のため練習に打ち込むスキーヤーに評判が良い。かつてスキー場へのアクセスとして現在は廃駅となった合わせの駅とスキー場をつなぐ上野山用のチェアリフトがかかっていた。スキー場オープンと同じく1960年12月20日にかけられた一人乗りのチェアリフトで当時は現在のように立山駅から 来庁バレースキー場を経由するアクセス道路がなく、一つ手前の本宮駅より長い坂道を上り、極楽坂スキー場を経て、アワスのスキー場へと至る道路しかなかった。そのため電車を利用の場合、アワスのスキー場へ最も早くアクセスできる、唯一の交通機関であった。その後1977年に、立山駅から、 ケンエゴンドラスキー場へのアクセス道路工事が始まり、廃止の上撤去された。ありがとうございます。